どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。皆様、いかがお過ごしでしょうか本日は、気合い入れて作ってきてますね。めちゃくちゃ面白いと思います。海外の話ですね。第一ですね、電子立国日本の凋落の真実というかですね、もう暗い話からお前入るんじゃねえよと言われるかもしれませんが、日本の電気配線があったわけじゃないですか。 うん家電ボロボロに負けたわけじゃないですか。あれって、本当はどうして負けたのっていうことを語れる人はそんなに多くないですし、今日はその真実をお見せさせていただきたいのと、台湾の台東ですね。本杯精密工業の秘密ということで、本杯といえばですね、フォックスコンでございますが、この企業はですね、非常にベールに包まれてると。よくわかんないんですね。売上トヨタレベルであるわけですよ。どういった企業なのトヨタといえばまあ皆さん結構知ってるんですけど、フォックスコンって聞くとよくわかんない。 かんないとだからそのベールも今回明かしていこうと。今回は日本人の誰もができなかった台湾の強さ。ね、TSMC もあるし、f o x c o ンもあると。今、台湾が製造業のまさに中心になってる部分もあると。そのベールを剥ぐと。そして、題名にあるようにですね、世界で最も進んだ切削サービスを紹介させていただくと。マジでこれ進んでます。半端ないです。切削事業に関わる人は本当に最後ね、見ないと、今後、本当に戦っていけないと思いますと。 まずはですね、電子立国と呼ばれた日本が過去には実際にあったと。このようにですね、電子立国日本の自助伝みたいな感じで、2000年当時ですね、売り上げは26兆円規模だったんですね。日本の家電というものは質が良くて、ヨーロッパに行けばですね、東芝、パナソニック、 ヒタチシャープみたいな、そういった液晶が並んでて、サムスンは埃が被っていたというような話も、まあ、イーゴンヒのサムスンの回で紹介させていただいたように、本当に日本のその白物黒物っていうのは強かったわけですね。しかしながらですよ、2000年から売り上げはみるみる下落して、文字通り凋落をしていくと。13年には貿易収支は一気に赤字に転落すると。海外から安いスマホ、当時ガラケーであったと思いますが、日本で作らず海外で作ってそれを輸入するようなビジネスモデルになっていた。 だと皆さんがお手元にあるようなスマホですね iPhone とか iPad もしくは PC なんかはですね海外から購入をしていると日本というものはいつの間にかですね電子機械を作る立場から大量に輸入する立場になってしまったと今の日本で生産している電子デバイスをメイドインジャパンの電子デバイスを皆さん想像できますかと ソニーのエクスペリアはですね、確か日本で作ってると。まあ、それ以外になかなか思いつかないわけですね。ほぼメイドインチャイナ、メイドインベトナムとかですね。そして海外から電気機器を購入してると。約10年前前後にですね、駆け巡ったニュースでございますと。聞き覚えがある担当者も多いのではないでしょうか。まずはテレビ配線ですね。昔ですね、大手電気発車はほとんどテレビを作っていたわけですね。プラズマとか液晶、どんどん配線していって、今でこそパナソニックとか東芝のブランドでありますが、中身を開けてみれば他の の企業が作ってていいたりとかパナソニックもここ撤退していくわけですね日本の大手電気発車の一角が買収劇に合うとまさかあのシャープがあの神山が世界の神山と言ってた当時があるわけですよ一世を風靡したガラ系ですねガラパゴス形態になってしまいましたがそこもですねだんだん敗北していくと もう,とう,たとうた廃業みたいな感じですねノート PC はほぼ外資傘下になっておりまして、まさに文字に起こせば敗北に次ぐ敗北を喫したと。一つの要因としては、日本はビジネスモデルの転換ができなかったわけですね。技術で勝っていくというような垂直統合型のビジネスモデル、それを変えていけることができなかったと。水平分業への移行に気がつかず、自前主義という成功モデルから脱却を行えませんでした。その結果として、例えば、レイヤーマスターみたいな。 日チトップを極める TSMC などはですね、ファンダリーということで、半導体の製造をそこに特化するということですね。エンド商品とかは別に私受け負いませんよ。購買代理人と呼ばれるような Amazon とか、まあ Apple もそうですね、APP でソフトウェアを購買代理してですね、そして30%も手数で取られるんですけども、皆さん Apple の APP を頼らざるを得ないわけですね。その他にも、オーケストレーターとか、マーケットメーカーですね。こういったビジネスモデル、いろんな出現した んですけども全部自前でやっていくみたいな感じですね様々なバリューチェーンやビジネスモデルが出現したものの大手電気発車は垂直統合的なビジネスモデルやバリューチェーンを採用し続けて2009年からはですね100円以下ひどい時であれば70円という超円高も重なり非常な苦戦を強いられるわけですね。経験していないビジネスモデルや外部環境の変化日本は即座に対応できず敗北をしていったわけでございますつまるところ今までの価値 パターンが通用しなくなっていったとさらに今までとは違い外部環境も大きく異なってくるとその外部環境とは何かとソ連崩壊直後から中国やインドなど安価な労働力が世界経済と密接に結び ついてですね中国も WTO に加盟してですね、自由な貿易経済圏につながると。詰まるところ、水平分業を象徴する EMS の成長でございます。Foxcon とか Pegatron、クワントコンピューターですね。クワントコンピューターはグループ企業のですね、テックマンロボットでコラボしておりますが、同じ言語を操るですね、台湾企業が急成長して中国に工場を作って、 ババカバカ日本製品を駆逐していったと日本が失った生産価値は50兆円と言われているわけですね。当時26兆円でございますが、経済効果というものは2.5倍になると。物を作ればですね、工作機械は必要になるし、切削工具必要になるし、いろんな装置が必要になるわけですね。その他にも人員が多く働いて、そこに連なる商社さんも、それでおままを食っていくと。 そういったですね、経済規模を日本は取り逃してしまいました。しかし、こういったですね、水平分業で安価な労働力、中国の労働力を使ってですね、台湾というものは台頭してきたわけでございますが、これ、中国のですね、輸出上位10社を表した図でございますが、なんと6社がですね、台湾企業になってるんですね。河南省というですね、9400万人ぐらいいる省があるわけでございます。まあ、日本と同じぐらいの人口ですね。ここの稼ぎ頭、輸出のですね、なんと58%を支えるのが、 フォックスコンと本イグループの企業一社でこの日本ぐらいの人口のですね輸出の半分を担ってるとそういういびつな経済構造になってしまったわけですね結果として本廃の22年売上はですねなんと29兆円ですよ29兆円ありえないとトヨタが約30兆円ぐらいですから組み立て代理でアッセンブリーをしてあげるっていうビジネスモデルだけで30兆円も稼ぎ出すと 裏を返せばですね、ホップスコンの台頭例えばクアンタとかペガトロンを量がしてるわけですが、あまりにも売上規模が大きすぎると、皆さん思うわけですよ。一体全体何なんだこの企業は。どうなってんねんと。 多く語られないいックスコンでございますが本日はですね日本人が知らないこのホックスコンの規格外をお見せしていこうと思います他の EMS とは一線を画す本杯の実は秘密があるわけですね秘密の強さがあるわけでございます本杯が生み出してきたものでございますが RX ジャパンで僕公演2回やってますが今の若者ですよ30歳以下をターゲットにした講演で呼ばれましてお話をさせていただきましたで最前ですね余命ぐらいにホックスコン知ってますか 本配知ってますかみんな知らないんですね。ものづくり業界で働いてて、ホックスコン本配を知らないのはですね、もう落第点でございますと。皆さんも絶対手に取ったことがあるような商品を生み出してきてると。例えば、アップルの iPhone とか iPad。 そして、ヒューレット・パッカードのノート PC とか、昔、ノキアというですね、一世を風靡した携帯端末会社があったわけですけど、このノキアのガラケンをですね、受託製造しておりましたし、任天堂スイッチとか、デルのコンピューターですね。当時のソリー・エリクソンですね、IBM もこのフォックスコンの顧客であったわけでございます。本杯の成功は、ニヤリーイコール日本の電子産業敗北そのものになって てるるわわけけけでででございますすこれだのの商品を生んでるわけですから本杯の購買力は文字通り次元が違うと工作機械の導入台数でございますが、工作機械見たことありますね。吉川ちゃん。ホックスコン何台持ってるかご存知ですか50<台>はい、ありがとうございます。牧野で4000台です。そしてロボドリルはなんと10万台でございます。10万台ですよ、10万台。やばいでしょ。やばいと。 一工場の労働人口ですよ。たった一工場ですよ。たった一工場。なんと30万人です。30万人ですよ。一日で消費される食料でございますが、豚は十数頭、そして牛は数頭と言われていると。それだけの肉を食べると。 愛知のこの巨大工場、伝送の西尾工場ですね。ここに働いている方々が約7000人以上でございますので、30万人とはまさに桁が違う一つの都市を形成していると。30万人ってどのくらいの規模かというと、秋田市の巡口と同じなんですね。一つの工場に対して、秋田市の老若にゃんのすべての方々がですね、働いていると。そのくらいの馬鹿でかい工場があるわけですね。 本杯は単なる組み立て屋とロボドリル10万台を持ってるから人に依存したものづくりしてるんでしょって多くの日本人が抱くイメージでございます果たして本当にそうでしょうかとコンタコンピューターもペガトロンも同じようなビジネスモデルなんですよなのに売り上げとしては3倍ぐらいあると ホックスコンには秘密があるんですよ。実際ですね、本杯の製造の核心部を知る担当者は日本にほぼ皆無です。10人ぐらいじゃないですか知ってるのは。で、ホックスコンの顧問をしてましたみたいな人が日本にはいるんですけど、おそらくそういった方もこの秘密には気づいてないと思うんですね。それでは、このホックスコンでございますが、大いたちですね。誰が作ったかというと、核対面ですね。テリー・ゴート。 テリーーぐらいは知ってるでしょうと。おそらくモリスちゃんですね。モリスちゃんは TSMC を作った台湾人ですね。ここと双壁を成す日本で一番有名な台湾人の一人であろうと。これ見てください。こんな感じ。最近はですね、台湾の総統選ですよ。大統領選にですね、出馬するということで非常に精力的でございまして、とても72歳には見えませんと。50代ぐらい見えるでしょ72歳ですから。 もうバイタリティ溢れると。本ももちろん読みましてですね、どういうような歴史をたどっていったかと言いますと、まず1974年にプラスチック製品の加工を始めますと。1985年に売り上げ33億円に達し、台湾上位1000社に入ると。各大名はですね、俺はマネーゲームを死ぬのかとか、まあ大金を得てですね、悩むわけでございますが、この事業に全突破していくと。周りはキャバクラ行ったりとか、お金に溺れてですね、落ちぶれていくわけですけども、 このテリー号は全く違いましたと。2001年は受注を取ってから製品出荷までですよ。製品出荷までどのくらいで製品を出荷するかというと、受注からですよ。平均で27.3日ですよ。約1ヶ月経てはもう製品を、第1号機をですね、出荷してると。 なんという速さだと。携帯電話の受託製造は2000年に開始したと。そして、皆さんね、記憶に新しい2016年でございます。今から7年前ですね、4月2日、日本電機業界で決定的日になると。大手電機メーカー発車の一角が陥落すると。つまり、この、このフォックスコンに買収されたわけですね。 それではこのテリー・ゴーという人物ですね、非常に精力的なのはこの写真からもわかるんですが、一体どういった人物なのか、この逸話ですね。実際にそのテリー・ゴーの直下で働いていた人にもヒアリングしてこれを作りましたと。まず本人は1日最低16時間を働くと。24時間ですからえ 8時間以外寝てご飯食べるでお風呂入る以外はもう全部働いてると。口癖がございます。成功する人は方法を探し、失敗する人は理由を探すと。まさにこの長森さんみたいな感じですね。幹部を夜中の12時に呼びつけての業務報告が日常茶飯事で、ヘッドハンティングした担当者は心身を病んで数年でやめると。 もうめちゃめちゃ有能な人をヘッドハンティングして連れてくるんですけども、あまりにテリー・ゴーのですね、爪がやばくてですね、数年でみんな病んでやめていくという伝説があると。中国へ赴任をさせる場合は男の人ですね。中国開拓してこいというわけですけども、絶対的に妻の同伴は許しません。なぜなら男は家族がいない方が仕事に集中できるからと。<laughs> えげつないですね。えげつないね。そして、実際の元社員も夜の12時に帰宅して、朝6時には出資金していたという発言をいただいております。もうここからもえげつないと。さらに、フォックスコンの忘年会では、数億から数十億円規模の賞金が用意されるそうです。車が当たるとか、フォックスコンの株式が当たるとかでね、もうすごいですね。しかもそのパーティーにはですね、上位成績者のみが招待されると。 昔のこれは話でございますが、まあ今どうなるかわかりませんが、さすがにすまじいと。さすが29兆円だなって感じですね。この本杯精密工業の経営方針がございますと。どのようなものをですね、軸に置いてですね、ホックスコンは成長していったか。その片鱗がわかるものをですね、持ってきました。スピードのあるものには利益が残ると。では、スピードのないものには何が残るでしょうか。はい。ね、画面の向こうの皆さんも考えてください。在庫が残るですね。在庫が残る。なるほどと。 今日ですね、世界での勝者は大きいものではない、スピードのあるものが遅いものを打ち負かすという発言をされています。ある商品の製造コストがもう下がらないと。うちで EMS しても受託製造してももう無理もうこれ以上コスト下がらないとなった時、その時が来た時こそ本杯の儲けのチャンスが到来すると。そこからさらにコストダウン打ちはできますけど。 本配はおおよそ海外企業の半分まで価格を下げれるだろうと。1位は安心してお金を稼ぐことができると。まあ業界1位ってことですね。2位はある程度稼げる。3位は損益がトントン。4位だと景気に左右され、5位以下は買収されるか淘汰されると。業界で3位までに入らなければ未来は明るくないと。 本配が顧客に狙いをつける方法は非常にシンプルでございます。それは市場シェアが30%以上の企業に目をつけてそこに入り込んでいくと。もしくはグローバルブランドでシェア4位以上であることというふうに言ってるわけですね。要するに大量に注文を受けて原価を一気に下げると。規模が大きくなっても経営方針に揺らぎがないところがこのホックスコンの強さでしょうと。 そしてこのようなですね、えげつない本廃精密工業でございますが、その本廃精密工業にはコアコンピタンスがございます。もうこのフォックスコンのですね、革新部分のことですね。フォックスコンの一番の強みは何ですか多くの人が答えられません。それはですね、フォックスコンの強みはコネクタにあるんですね。世界で一番コネクタの特許を持ってるのが実はフォックスコンでございます。ということはコネクタを 社内でで製造すするるるとということはあるものが必要になるんですね。そのあるものとは皆さん何でしょうそうです。金型が必要になる。つまるところ、フォックスコンというものは世界最強、世界最大の金型メーカーでございますと。あなるほどと。フォックスコンではどのように金型を製造するのか。日本で製作に2ヶ月必要な金型は、本杯では1週間で製造が可能でございます。今では、 最短48時間になっていると日本で製品を製造し始める頃には、本廃では次の製品をすでに出荷し始めていると。ああ、日本勝てねえよなって感じですね。本廃がいかに金型を大切にしていたかわかる文章がございます。各大名は金型をこのように表現していると。金型は工業の母である。 すべての海の親。そうなんです。これもすべて樹脂の金型ですね。すべて金型からなってるわけでございます。本杯は1900人の金型工員によって1ヶ月で300組の金型を製造できると。本杯精密工業というものはフォックスコンと言われているわけですね。このフォックスというものはホクサビティと。これ金型っていう意味なんですね。そしてコンはコネクターから取ってるわけですね。フォックスコンって。 ね、きつでございますから、キツネのように早くすると。もう実は名前にこの、本配精密工業がもう体現されてるわけでございますと。携帯のような ット製品はいかに製品を早く市場に出すかが勝負の分かれ道になる。本杯をバリューチェーンの一部に取り込み超短タッタの中国スマホメーカーに日本は勝てるわけがなかったわけですねいかに巧みな技とか言ってももう2ヶ月かかってるわけですからホックスコンは携帯出荷してるわけですねホックスコンというか中国メーカーはって感じです蓋を開けてみれば勝てない勝負を日本は挑んでいたともう残念ですねと なるほどとトヨタ自動車がジャストインタイムで時間戦略を製造業にもたらし抜きんでたことと同じようにフォックスコンは金型に時間戦略を持ち込み世界を制覇したと「タイムイズインポータントと」とこれが各体名の口癖ですね「タイムイズインポータント」当然ながら疑問が皆さん浮かび上がるわけですねプロフェッショナルであれば「トーン」「トーン」ってあるじゃないですか音今流してください 彼らはどのようにして金型をそんな早く製造しているんだろうと。すべて説明させていただくと。日本でこの言語化、もしくは台湾でこれ言語化できる人もいないんじゃないですか。ホックスコンの金型モデルを作った人物と実は会ってきたわけですね。ある日、ホックスコンはですね、ある問題が浮上しました。当時ですね、ノキアの携帯を受託生産しておりましたから、当時この3310ですよ。どのくらい売れたかというと、1億3000万台ですよ。 すごくな、ね、い今70億人ですから、80億人か知りませんけど、50人に1人この携帯持ってたわけですね。すごい量産効果であると。もちろん、今配の一大顧客になっていると。カバーの品質にバラつきがあるというクレームをですね、ノキアからいただいたと。つまるところ、このバラつきがあるということは、金型にバラつきがあるわけですね。当時ですね、f ッ x ス o m も日本と同じように、韓国による運営をしてまして、一つの金型じゃ到底作れませんから、最大50セットぐらい作るわけですよ。その50セット とにですねいうことは、その金型個別にですね、ばらつきが出てしまうと。全ての金型の品質を同じにするにはどうするか。デジタルによるものづくりを推し進めたと。設計からワークを削る1インチまでをつなげると。これはですね、どういったことかというと、モールド射出成形の話をさせていただくと、金型というものはですね、こういったものになってるわけですね。で、これをこの射出成形機の真ん中につけて、こんな感じ 感じでまあ樹脂をプシャーって注入してできたものをカチャコンと下に落とすわけですね。でこの金型は結構複雑でこのようにですね複雑な部品が釣り合わさって。 でこの精度がワークに転写されるわけですね各複雑な部品1個1個を同じに製造しないと同じ金型にはならないわけでございます本配では先ほどお伝えしたように50セット必要になる場合もありますとでこっからですよフォックスコンどういった金型設計をしているかっていうとこのように CAD モデルがありますとなんとですね CAD モデルさえあれば金型設計の95%が自動で終わるわけです 自動ですよ、自動で。はい。事実、本廃に認められた金型設計時間ですよ。要するに、一つの金型に設計にかけていい時間は、最大で8時間です。8時間以上金型設計にはかけちゃいけませんと。つまり、ころ日本だと、ああ金型この案件にはいはいとか言って二次元図面を見ながらですね、ミスミのあの赤いモールドの金型のカタログをペラペラ、もしくはパンチ工業のですね、カタログをペラペラ開き始める頃には、ホックソンではもう設計がもう終了していると。 最悪17時には金型設計が終わり、まあお昼食べる頃にはもう設計が終わってるわけですね。日が暮れる頃には金型製造に本配は取りかかっていると。 これ、なんでそんなことができるかっていうと、こういった CAD モデルがありますと。そうすると、周りの部品、例えば双葉のプレートとか、ミスミのジェクタピンとか、ストリッパボルトとか、バネが自動で、このワークであれば、こういった部品が必要になる、バラ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 バって自動で決まっていって、このようにですね、部品が勝手に選定されると。CAD モデルがあれば、金型部品は自動で選定され、それだけではなくて、樹脂成型ですから、樹脂を後ろからブチュって流し込まないといけないですね。 その時の樹脂の流体力学もどのように広がるかっていう CAE もこのソフトウェア上ででき、さらにですね、この樹脂というものは熱い溶かしたものを流して、これ冷やして固めるわけですね。ということは冷やすその配管設計もしないといけないんですけど、これも自動で決まってくると。CAE を元にですね、決めることができると。それにはとどまらず、なんと試験成績書でしょ。例えば樹脂ですから落とした時にどういった風に衝撃が伝わるか。 とかですね。そういったものも合格不合格をですね、シミュレーションしたものを全部ここに自動で出してくると。しかも日本語、英語、ドイツ語、中国語等ですね、各言語に対応して出力されるので、お昼ご飯を食べる頃には成績をつきで設計が終了していると。その後、金型を同じように削り出す必要がありますよね。金型設計が自動で終わったとしても、その後、金属を削らないといけないと。金型はどういう風に削るかと。 じゃあ同じように製造できるのかって。同じような電極が必要になるわけですよ。例えばこういったもので EDM ですね。放電加工機の片掘りですよ。この同極が必要になるわけですね。この同極ですよ。これを今までは各々の匠と呼ばれる担当者がですね、G コードピーピーピーとか押してですね、制作しますから。もちろん出来上がりに差が出ると。じゃあ FOX 君どうしてるかっていうと、これ今動画流れてると思うんですけども。で、できると。 キャドがあれば、キャムがですね、動きましてですね、3分でこのキャムが自動生成されると。なんたることよと。対応キャドはこのように、ソリッドワークス、ソリッドエッジ、ジーメンス、NX、クレオキャムはですね、例えばマスターキャム、キャムツールとか、ハイパーミルとかですね。まあ皆さんおなじみのキャムであれば、これも対応しておりまして、オートディスク、インベーターにも今後対応していくと。簡易なものであれば、なんとこういった金型の電極のキャムだけではなくて、 で5軸にも対応していて部品も自動でこの加工パスを作ってくれると金型と装置部品に対応しておりもう僕台湾に行ってですね土肝を抜かれると なんだこれと。それだけではありません。削った後に品質担保もしないといけないので、測定が必要になりますよね。その測定 CMM の測定パスも自動で生成してくれると。測定パスの作成方法には法則があるそうなので、有名どころですね、ヘキサゴン、ミツトヨ、カールツアイツーとか、レニショーですね、イギリスのプローブのメーカーですよ、ここら辺も全てコラボレーションを果たしておりまして、対応済みであると。実際ですね、目の前で人に頼らない自動測定を始めましてですね、こう,いう,ふう RFID タグがついててまして電極の枠にで、すねでそれをピッて読み込めばですね、データが読み込まれまして、測定パスが自動で生成されると。で、測定後、まあ今測定してる動画が流れてるかもしれませんが、測定後の結果をパッ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 パーってもう表現してくれると。ミストヨさんの3次元測定器が自動で動くと。人の技はほぼ必要がなく安定した品質になるんですね。なので同じような金型が作れると。 ワークはあらかじめ測定することで、もともと1個ずつ加工していたものをソフトウェアで全て管理しているわけですから、もともとは1個ずつこれ、電極作ってたわけですけど、今ではもう12個一挙に作れると。RFID で位置情報を認識させ、ロボドリルで情報を認識させることで、12個一気に製造が可能になってる。どういったプロトコルに対応しているかというと、ファナック、三菱、ハイディン、ハイン、シーメンスと、まあ、有名どころの CNC は全部対応してますと。マザック、オークマ、ソリック、ブラザー とそういった工作会と連携が果たせておりさらに EDM 放電加工機は牧野三菱ソディックと連携が可能でプロトコルがすでに開示されていると。 だから、どういった今、電力情報になってて、負荷になってるかっていうことも分かるようになってると。ということで、これ作ったの誰かっていうと、元本杯の自動化システムを構築したジェリーさんがキーマンですね。この人がテリー・ゴーの元にですね、このホックスコンでこういった自動化システムを作り上げたと。テリー・ゴー直属で構築した超自動化を、実は一般企業向けに構築したっていうのが今回なんですね。やばいと。 要するに今日本企業でもこれ使えるようになってるわけですよなぜね皆さん思うわけですよこの本杯のコア技術を誰もが利用できるようになってるか実はこのジェリーさんですね父親の健康問題で本杯をやめざるを得なかったわけですね。 10年ほど前にですね。なので、これはもう人口減少も来るし、こういったシステムがないと将来ものづくりはもう立ち行かないだろうっていうことで作り始めたと。会社を起こし、本廃で構築したつながりを使い、まあロゴドローに10万台も購入しているわけですから、10年かけ誰でも利用できるようにしたと。その企業の名前がそうです。Twitter にも上がってるシムホースなんですね。やばいと。 古砕だけになったのは僕ですよ。これ今できるって言ったら、まあ、インダスリー4.0の時代ですから、うーわ、すげえなーって思うわけですけども、この FOXCON で使ってた当時のソフトウェアの画面を動画で見せてもらったんですね。当時のブラウザ画面を見た時、Windows XP だったんですよ。つまり、この FOXCON はいつこのサービスというか社内システムを構築したかというと、2005年にこれらをやってのけたと。 ドイツがですね、こういった全てをデジタルのもとに落とし込んでですね、デジタルツインを作ってサービス展開していくっていう発想がそもそも2011年です。2011年のハノーファでこれお披露目になったんですが、はるかその6年前にはホックスンこれ実現していたと。その時の私の心情、皆さん理解できますかこの日本を応援しているものづくりタロンの立場ですよ。腰砕けになりますわと。 さらに、ロボットと組み合わせることで、究極の自動化が完成すると。牧野の代理店にも、そういうデモ機があるわけですね。こんな感じで、工作機械、EDM、そして CMM、三次元測定機ですね。穴開け、EDM を繋ぐことが可能で、そこも、例えば、放電加工機のリード線で掘ってく必要もあると思うんですね。そういったものもできますと。金型部品を一個一個自動で完成させることができるし、さらに彼らのすごいのは、この棚があるわけですね。ここの横のところは ワーークストッカーでしょさらに電極の保管もしくはツールホルダーの保管とツールホルダーがたくさん必要なわけですよねで工作機械っていうのは例えば40本しかストックできないっていう工作機械もあるわけですけどもここにストックしておけばロボットが自動でこれを付け替えてくれるとワークの投入口そしてコントロールシステムと。詰まるところこういった 例えば棚とか倉庫とか制御部分ですね。あとゲートのとか AMR の枠自動で搬送してくれる各要素を標準化してるわけですね。 何がいいかっていうと、一社一社カスタマイズしなくていいわけですよ。カスタマイズするのはハンドぐらいでございますと。こういったロボット周りですとか、チャックの部分ですよね。コースメック入ってますね。都度 SIR とスリアースが必要なく煩わしさから解放してくれると。この1インチだけじゃ、そこだけ設計すればもうそれで出来上がりって感じですね。 シムホースの素晴らしいところは手搬送が残るる中小メーカーカにも対応していると先ほど金型の片り電極のキャムの自動化をお見せしたと思うんですけどあれはもう中小だったんですよでこういうふうに手でやってたでしょ紹介した金型メーカーも手搬送であるが将来はこういうふうにロボットを引いて自動化しますよともうそういうふうにもう場所準備してますとロボットを導入し自動化を後から構築できるとこのようなね町工場でも使えるほら ここに対してラライインンをを自動化ラインを構築でき検査装置もあるとどの規模の工場でも機械をつなげて導入が可能でございます別の工場ではロボドレルが10台で1ラインと半導体製造装置のワークをここで削ってると別に金型だけじゃなくてそういった部品もできるよさらに多品種であるとロボドレルが50台につき10台で1ラインでした で、それが5ラインあるわけですね。それが2回、3回、4回あるわけですね。何人いたと思います、オペレーター。50代にたったの4人ですよ。4名。日本だとどういうふうにやってるかっていうと、各口座機会に1名ずつ担当者がついて、ワークをエッサー、ホッサエッサー、ホッサやってるわけですね。もしくは他の効果しても、まあ10代に3人ぐらいですよ。一体全体、日本はどうやって太刀打ちしていくつもりなんでしょうか。やばいと。 同じラインを海外にこの企業は展開していくそうです CNC 等を統合的に管理できることは工作機械メーカーが行ってきた従来の方法を変えたとこのシムホースの革新性はですね今まで工作機械メーカーっていうのは一台一台 でで管理してるわけですね工場全体で管理するわけですよ。なので、このシムホースにつながる、例えばロボドリルとか、三井マシナリーとか、あとこういった DMG 森ですよね。どのような工作がつながっていても、一個のソフトウェアで工場ごと、ラインごとで制御をしていくので、例えば工具も工場全体でどうなってるの 今の摩耗がどういう風なのっていう管理ができるし、寿命を一括で見える化してますと。さらに取り替えもロボットは行い QR でトレースができるんですね。なのでわざわざ ATC、オートマチックツールチェンジャーをめちゃめちゃつけなくてもこの棚を1個準備するだけで OK なんですね。じゃあその1日ですよ、ワークをどういう風にチャッキングするかが難しいんだよと。本配で様々なワークに対応してきたノウハウから、ワークまでの1日の対応もシムフォースが担うと。 だからお客さんごとにこのワークのハンドも作りますよっていう風に言ってたと作業者にワークの着信指示もできるようになってると。 ワークが大きければこのような自動倉庫も対応していると。あらゆる事象の自動化がすでに検討されていると。あとは自社に合うように落とし込めばそれでいいですと。スケジュールも一括で行うから24時間稼働が可能になると。要するにお金を生み続けると。これ中国にある46メートルのラインですよ。EDM と工作機がずらーっと並んでいると。しかもロボットが3台ですよ。金型を常に製造し続けていると。ラインの担当者はたったの6人で3直 を管理しているとスケジュールも一括で行えますよと SIM ホースが1から構築を支援しコロナ禍は遠隔で立ち上げるしかなかったわけですねそれをもちろん周辺の準備物は作っていったんですが1週間で LINE を遠隔で立ち上げたとこれによって 大福を驚かせたというう事例もあるそうです自動創価の大福ですから大福ともコラボレーションしてるともちろん全てを購入しないというわけではなくてその企業に必要な部分だけを導入すればいいとこのように統括したシステムを準備してます例えば金型だけその設計だけを自動化したいっていうことであればそれだけ選んでいただいて結構ですし測定パスの自動化をしたいとこういったダイヤルゲージとかノギスにも対応してますしこのようなキャムですよねこの自動化だけ欲しいと。 金型なのそして部品なのご軸にも対応してると。切削工義やスケジュールの管理だけそこだけ欲しいなって。サブスクでこれ購入ができるんですね。自社にあった中小でも大手でも現場内図できるものがここにあると。機械一台一台ではなく工場全体で統合管理できますと。さらに自社に必要なソリューションのみを選択するので無駄がないと。例えば金型メーカーですね。もうここはシムホース使うわと。金型自動で設計したいからとか。で、キャブオン、これもシムホース。 しかし、検査はまあ自社の測定器があるし、検査基準があるから、それで自社でやります。はい、完成ということですね。自社に必要な部分だけを使うと。もしくは部品メーカーですよ。設計はもちろん人間がやりますけども、部品ですね。CAM でしょ。そして CMM ですね、測定。そこはもう導入しちゃってできます。さらに自動化ソリューションもシースを使っちゃうと。こういった選択ができるんですね。どの企業も必要な自動化を手に入れることができると。 世界で最も進んだ切削サービスの紹介でした。w i h s i m f o r c e と。もう度肝を抜いてますね。度肝を抜かれたと。やばいですよ。僕はあの台湾に、ね、招かれていろんなソリューションを落とされてる。そこでもうどんどん引き換えが来るわけですね。半導体のこういった工程で使えないかとか、もう台湾では噂が噂を呼んでまして、まあみんなこれ使いたいというふうに言ってるわけですね。以上でございます。お疲れ様でした。これ日本でも見る機会が実はあるわけですね。 10月18日水曜から名古屋メカトロですね。メカトロテックと僕も講演させていただくと 1D12 ブースにて生公演が確定しております。ムツイブスさんマシンテックさんのブースですね。19日木曜日と20日ですね、金曜日ともに11時45分から14時30分から2回やります。 ここに来て僕の生公演でもいいですし担当者にお声掛けをいただいてちょっと詳しく教えてほしいということをお声掛けいただければ幸いでございます。もちろん概要欄にホームページ貼り付けておきますので興味ある方はそちらを覗いてみてください。そして もう実際にこのシムフォース生で見たいと。台湾に行きたいということであれば、一緒に行く機会を僕提供させていただきたいと思います。実はもう第一人が決まってまして、いろんな業界のキーマンを連れていくわけですね。ほぼ役員以上ですと。なので、決定権がある人しか今回は一緒に行けません。もし部長以上とか役員以上で、このサービスもぜひとも太郎と一緒に見に行きたいということであれば、メールアドレスまでよろしくお願いします。一緒に行きましょう。 とといいううことでででホススのサービかか。がししたょもうフォックスコンやばいねとこれも聞いてもうなんか何とも言えなくなりましたけどもやっぱり競合のソリューションというか良ければ自社で採用しちゃえばいいと思いますけども情報を知らないってことが一番やばいわけですから紹介をさせていただき ましたと今回はま工作機会でございましたが工作機会の他にももうすぐセミコンがありますねアンバサダー応接使っておりますし半導体やってますそして FA 系ですね制御をやってますさらに自動車ですねタイに行ったりとか、まあ、いろんな動向をキャッチアップして動画で紹介させていただいております製造業で働いている方はぜひチャンネル登録いただいて応援をいただきたいと思いますし少しでも刺激になればいいねマークを押していただければ幸いでございますということで次回の動画の前にスポンサー動画でございますどうぞ本日はですね、うん西日本 DX ということで小倉の方にお邪魔させていただいておりましていつもパナソニックエナジーさんのスポンサー動画はホテルからということで恐縮でございますが コウノスケが存命の時からですね、電池事業というものは一事業として、エッサホッサとやってきたわけですけども、今はですね、パナソニックエナジーの中で中核事業部になっております。まあ歴史もあるし、その歴史だけではなくてですね、2030年には売り上げ3兆円を目指していくということで、もうアクセルを踏んでですね、やっていっております。そんなパナソニックエナジーは絶賛エンジニアを募集中でございますので、概要欄からアクセスいただいて応募いただきたいと思います。ということで、いってらっしゃい ということで、次回はですね、未定なんですが、ちょっと変化球でいきたいと思いますね。今、グローバルサウスというですね、まあ、インドを中心とした新興国というか、まあ、中東国というかですね、今までで世界経済にあんまり組み込まれてなかった国がですね、一気に成長してきていると。この件に関して、わかりやすくまとめさせていただきたいと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。どうもありがとうございました。じゃあね、バイバイ 吉川ちゃんの一言最後まで動画をご覧いただきありがとうございます本日はシムフォースとのコラボ動画でしたがいかがでしたでしょうか気になる方は概要欄からチェックしてみてくださいコメントといいねマークもお待ちしておりますそれではまた次の動画でお会いしましょうまたねー